はい、こんばんはです。痰が絡んでますね。はい、こんばんはです。ね、今日また、赤羽フロンティアの週末情報というものをちょっと撮ってみたいと思います。で、もう日付変わってんのかな、6月8日、1991年のね、6月8日にここ赤羽フロンティアさんはね、オープンしたわけですけど、ということで、創業祭というものね、創業祭っていうほどの大したものではないんですけど、ちょっとね、セール品出しております。で、今日はね、今回はね、モデルガンも出てますよ。まずね、こんな感じで出てますね。まだね、在庫あると思うんだよね、これね。ちゃんと。はい。これ1階なんです、今日ね、これね。ね、海外品とかもね、置いてあるんですけどね。こんなのも安くなってんのかね、これ。照英のが、なんかありますね。まあ、ここら辺中古なんですよね、これね。さあ、これが1階ですね。モデルガンと中古品、置いてありますよ。で、エレベーターに乗って、見ましょうか、せっかくなんで。2階に行ってみましょう。29周年になるのか。なんか、ガンショップのエレベーターの中っぽいですね、これね。はい、ここは2階ですね。フロンティア2階。ということで、このね、FNX45、来店現金特価、6月9日までって書いてありますけど、これね、6月9日までというか、在庫ある限りね、在庫ある限りっていうか、ある程度の、予定の数いくまでは、この金額で売りますんでね、1万1500円で売っております。みんな税込みですからね、うちの、ね、価格はね。そしてね、ちょっとこんなのも出してみました。来店現金特価ということでね、ちょっとね、あのカードのお客さんとね、通信販売のお客さんは、この辺もちょっと勘弁していただいてるんですが、こんな金額で売っております。はい、キャパ DOR。この間出たばっかのね、45と。で、ね、こんなの作ってみたんですよ。APS-3 のね、マウントベース組み込み済み。これミニラットね。乗っけるマウントついてるんですね。これが32,800円で、こっちはね XT6 が乗っかっております。それで58,000円、セットの価格、ちょっとね、マウントベース組み込んでこの金額で売ってますよ。だいぶグリップ減ってきちゃったんだよな、シルエットだけど。そうだそうだ、シンプルシューティングタイマーまた入ってきましたね、これね。これもね、ほんと地道によく売れてくれてるんですね、これね。で、ここね、タクティカルサイレンサーとかもありますからね。あとね、タックワンの何これ、ショートスコープ、これ1万円で今特価で売ってますんでね、ここら辺もね、よかったらね、お買い上げいただけたらなと思っております。これはいつも通りの感じでしょうか。そんで、ちゃんと、ね、デトニクスとね、M40、それとね、ちょっとややこしいけど、M1100 のね、ウッド。あと P99。ここら辺は通信販売でもこの金額で売っておりますんで、まあ送料とかかかっちゃうんですけどね。11,800円とかね。これと、これ。そして、これ。と、これ。通販でお買い上げいただけたらなと思っております。そしてね、ここにも来店現金とかありますね。マルゼンさんの商品がずらっと。創業再生と、ブルドック1100のブラック、はい、こんな感じで並んでおりますね。従来品です。そしてマック酒井さんの、これも特価なんですけどね、なかなか売れないですね、これね。もうちょっと下げたら売れんのかな。ダブルベル、これ酒井さんのね、レビュー品ですね。レビュー品特価ってやつですね。
98K カート式のエアガンだそうです。もう今日撮ってたんだよな、上がるのかな。あと AKS47 次世代電動ガンですねこれね。こっちは普通の電動ガン、海外のですね。P90 ハイサイクルと、そして870ショットガン。こんな感じでね、酒井さんのレビュー品並んでおります。お、ステアなくなったんだな、さあ、まあ大体皆さんの興味のあるところはここら辺でしょうかね。あとは店の方はそうね、 XT6 がまた入ってきたんですよね。10モア、16モア、2モア、24,800 円で売っておりますんでね、結構待ってた方いらっしゃると思うんですけど、よろしくお願いしますと。はい、ということでお店の方はですね、午前11時から、午後9時まで営業しております。相変わらずね、このマウントリングもね、どっかで売ってますんでね、ここら辺のねアダプターとかね、午前11時から午後9時までやっております。で、ね、ちょっとね、私は明日からね、大阪にちょっと行ってくんですね。 APS カップのね、公式練習会というのがあって、ちょっとジャッジやりに行くんですけどね、試合の方はね、ちょっと出れないんですけどね、ありがたいことにね、満員なんですよ、まだキャンセル待ちもいるらしいんでね、ちょっと出るのは遠慮してたんですけど、ということでね、ジャッジだけやりに行くという感じになるんですけどね。ですんでね、ちょっとね、明日ね、これ、なくなっちゃってるのとか取れねえんですよね。まあ、FNX はこれね、よっぽどのことがない限り、日曜日もこれで売ってると思います。あと、やばそうなのなんかあるかな。まあ、売り切れちゃってたらごめんなさいって感じなんですが、まあ、結構そこそこ、在庫あるやつになっておりますんで、特価で売ってるのはね、多分持つんじゃないかと思いますが、そんな感じで、ちょっと、土日、よかったらね、お店の方にいらっしゃっていただけたらなと思います。東京都北区赤羽、でね、お店やってますんでね。そんな感じでしょうか。あと何かあったかな。特にないよな。まあ、そういうことでね、ちょっと、あとね、模型もね、シューティングレンジの方でやってるんですけど、この横のね、模型もちょっとね、今ね、特売で売ってますんで、思いっきり多分安く売ってると思うんでね、プラモデルとか興味ある方はですね、ちょっと覗いてみていただけたらなと思っております。時間の方はね、午前11時から午後9時までやってますんでね、お店の方ね、よろしくお願いしますと。ということで、ちょっと、駆け足で紹介してみましたけど、赤羽フロンティアのね、創業再セール、ちょっとやっておりますよという動画でした。そっか、日曜日ね、酒井さん来るんだよね。来てくれるのね。APS カップのね、なんか試合っぽいやつやるんですって。事前のエントリーなのかな。まだ枠あるんでしょうか。よかったらね、ちょっと、連絡取ってみてください。興味ある方はね。はい。ということで、ここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。